アランドブ・イコール・グリエは、フランスの小説家、映画監督、ヌーボー・ロマンの代表的作家とされる、ブレスト郊外のキルビニオンに生まれる。地元で、初等、中等教育を受けた後、パリのリセビューフォンに転校。1941年に、国立農業技術専門学校に入学、在学中に、ドイツ軍に徴用され、ニュルンベルクの工場で、強制労働に従事する。 戦後1946年に専門学校を卒業。1949年に植民地果実柑橘類研究所のバナナ農場監督官となり、1951年までの間にニニア、西インド諸島、マルチニック、グアドループを観察して回る。1949年、最初の小説、新役者を書き上げるが、これは1978年になるまで。 発表されなかった。1951年、帰国の戦場で、消しゴムを執筆。同年、クリティック誌11月号に書評を寄稿。1953年、デビュー作、消しゴムを、深夜草書から出版、フェネオン賞を受賞するとともに、ロランバルトによって絶賛される。翌年、除く人を刊行し、批評歌賞を受賞。 ミニュ社の文芸顧問に就任する。1957年、文章から感情を極限まで廃止視覚的な客観描写に徹した小説、嫉妬を発表、一般の読者からは酷評されるが、1959年の迷路の中ではおおむね好評を得る。1960年、アランデネ監督の映画、去年、マリエンバートでのシナリオを手がける。同作は、 翌年にベネチア国際映画最近獅子賞を受賞し、自身はアカデミー脚色賞にノミネートされた。1963年には最初の監督映画不滅の女が公開された。これらと並行して上記作品の映画原作本を刊行する。以後、軽妙な作風に移行した小説快楽の館などを刊行。 2004年、アカデミーフランセーズの会員に選出。2008年、フランス北西武間の病院にて死去。85歳没。ありがとうございます。